皆さん、ご苦労様です。私は、毎週経済産業省の前でツイッターで集まった仲間と一緒に抗議の声を上げているものです。今週は、14週目になりました。毎回、1人とか多い時で5人とか本当に少人数なんですが、気がついたらもう15週目になっていました。この間何にも良くなりません。今週も月曜日本館前、火曜日別館前で抗議の声を上げました。本来であれば今日は関西電力の前で抗議しようと思いましたが、もうこんな緊急事態なので後半は全部取りやめにしました。そして私は今日官邸前に来ました。ここに来るのは本当に久しぶりです。なんで外国に行って日本を追ってくるような首相やすぐ直ちに影響はないというようなそんな人間4人に日本の運命を任せられるのでしょうか。皆さんが言っているようにどうやって責任を取るんですか。どうやって責任が取れるんですか。原発が一度事故を起こしたらどうなるかは福島で十分分かっていらっしゃるはずです。福島の事故から1年2ヶ月以上経っています。この間この IWJ さんの中継で福島第一原子力発電所の映像を見ました。自由に取材もできないような状態です。ここは映すだと言ってバスの中から撮られている映像でバスの床を映している映像になったことがありました。それは なぜですか。見られては悪いところがあるんですか。そのぐらいまだ福島第一原子力発電所は修復していないんですよね。営業停止状態なんて嘘っぱちですよね。皆さんが言っているようにあなた方がすることは大井原発の再稼働ではなくて日本にある原発を再稼働するのではなくて福島第一原子力発電所とその事故によって被害を浴びられた方々にせめて償いをすることではありませんか。いい加減にしろ。責任なんか取れるわけありませんよ。死んでいった人たち、あの事故の日に自殺をした人たち、その人たちどうやって償うんですか。責任が取れるんですか。原発の問題は命の問題なんですよ。それも大人より小さい子供たち、この私も原子力発電所に関しては不関心できました。そのことを恥じています。だからこうやって人前で今手が震えていますが、こうやって大きな声を出さなきゃいけないということは私はこれまで自分がしてきたことの贖罪だと思って我慢しています。野田さん、あなたにも子供がいるでしょう。孫がいるでしょう。自分より先に子供や孫が死んだらどう思いますか。原発ということは原発が事故るということはそういうことなんだと私は去年の3月11日以来勉強して知りました。とんでもありません。日本に原発はいりません。本当にちょっと震えが止まらないので皆さん、
ちょっとここでやりまして、ちょっと最初は本当3人4人でマイクも出して肉声でやってたんで、ちょっと声が出てなくなってますが、昨日本当最初3人でした、4人でした、マイク出してですか、それでも声出しました。なぜなら一応使えなかった、一応まだ人間の中だと思ってるからです。かろうじてまだ聞いてくれる耳があるかなと思って、こうやって皆さん集まってると思います。だけどもうなんか少しイライラしてきました。今日こっから、どの星に声出してくるのがだんだんなんかバカバカしい気持ちになってきまして、もう呼びましょう彼らを、呼びましょう。
が発表され10万人の人が少しさまよと豪雪地帯で冬もし事故が起きた時には滋賀県の方に逃げる国道355号線は日之本町で、通行止めになります。毎年通行止めになるんです。そして北陸自動車道も日之本インターで通行止めになります。みんなどこへ逃げたらいいんでしょうか。福井県に閉じ込められるんです。そして放射能ついにいないから、ここ東京で安全な場所にいる
前で来ました。まあ僕は岐阜県出身なんですけど、僕は小さい時から、親もずっと原発に反対してました。であの頃はこういうデモに知らない間に連れてこられて、デモとかで集会に連れてこられて、なんで大人はあんなに怒ってるんだろうと思ってましたけど、今はすごくわかりますね。ここにいる年配の方たちはずっと反対していた方たちだと思いますけど、まあね、ずっと反対しても捉えられなかったけど、でも今止まってるんですよね。Oh.